まどかは神ゲーですね。パイロット名、結構やってるんだな。名前ワクワク。タイタンフォール3で、いや、アーマードコアもついに出たからタイタンフォール3も出てくんねえかなって。ケフさんはエフェクスになったのだ。タイタンフォールレジェンズ出ないからじゃん。だってね、先週はね、ちょっと大雑把すぎるだろ戦士。さすがなんかダークソウルとか作ってた会社ではあるな。こちらでやる。本気コード、あ、この人のフリをするのね。目当てのものではない。あれ、ランク圏外。F ランク冒険者だった。大東革新工業集団の無敵部隊殲滅。なんか点々工場魔法学院みたいな。点々工場魔法学院廃校になったのだ。悲しいね。まあ、いいことだけど。あ、ジェネレーター新しいの出てる。え、なんか重いけど上位互換みたいなの来たよこれ。これいいじゃん。中国製。大東革新工業集団。もの多いな。爆発そうだよな。え、マジでこのミサイル濃厚すぎんだけど。このミサイルめっちゃ高かったんだぞ。使い方間違ってんのかな。いくよいくよ、見てこれ。あ、当たったわ当たったわ。もう一回。あ、当たったわ。あれ、うわ。動きがもうエルデンリングなんだけど。お前来た。普通じゃない。脳焼かれてるからな。小島ミサイルとかあんのかな。超ゆっくり飛んでくクソデカミサイル。永遠と追っかけ続けるやつ。エルデンリングにはそういうやつあったの。そういえば。新人パイロットさん、ほら、洗礼を受けさせてやるよ。あ、簡単すぎる。かわいそすぎる。おい、あっさりすぎるだろ。切り捨てごめん。ライフラインの破壊により、連中が大規模ビル損害を与えるのが目的だ。我がレッドガン部隊からは、ガンズ4ボルト。ナイテバビ。役立たず。の役立たずにつけられた安いおまけだ。おまけであずき様には。こいついいな。出たラッキーナンバー、コールサインガンズ13を対応する。ガンズ13、負傷。負傷したか。では準備を始めろ。愉快な遠足の始まりだ。おもろいじゃん、こいつ。お口が悪い。めっちゃおもろい。めっちゃいいキャラしてる。役立たずだ。武装採掘感激破壊。え、キーマン操作いい感じですよ。こっちくる言ってた方、クレイジーニップルって名前なんですね。暴れん坊乳首。そういうことか。足、逆関節また増えてる。あ、これ逆関節じゃないのこれ。こっちが逆関節かよ。これ普通の二脚だわ。こっちが逆関節だ。安定と防御を犠牲にして、かなり高い跳躍性能。アンガルー足。これ逆関節に見えないね。好きよ、そういうの。こいつ、勝てねえだろ、もうこの体力じゃ。うわぁ、無理だろ。うわー、無理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 、もう体力ないです。あー。え、
最初からしかないここまあそうですよね。あ、回復してない回復してない、あっやらかした。え、ちゃんとこっから始まってくれんのこれ。本当にフロムゲーか。コーラが混じってる。カメラとセンサーだから見えない光線も見えそうだね。コーラが出てくる色。ドリンクバーかよ、やったぜ。ドリンクバー。ハンドラーじゃない。オーラル万能だね。コーラすげえな。気分上々したんだね。あ、コーラルってサンゴなんですか。これはサンゴの証なのか。完全に電気薬の方が燃えサンゴだ。あら、電気薬はコーラック。ねえ、これ青い物質かっこいいですよね。歯の再結晶化の資源とか。みんな虫歯直したいもんな。危険すぎるだろう、コーラル。コーラルは事前情報を曰く燃料とか武器とか後食料とか。食べれるのコーラル。コーラル腹いっぱい食いてえな。人の金で食べるコーラルはうまい。コーラックの表面も甘くて美味しいもんね。コーラルにはマヨネーズが合うよね。やっぱ醤油でしょ。新鮮なコーラルがうまいよな。歯応えがあって。自分は発酵させたやつも好きです。歯応えはありそう。あら、売れたら消えて言ってなかったか。あら、確かにさっきコーラルの逆流で心臓なすもんね。コーラル決めてっかな。いきなり見つかったんだけど。父の背中です。そうですよ。ああ、それいいな。逆関節はちょっとエッチな目で見ないの無理だな。その逆関節の目が悪いわ。ケンキさんは何が好きなんだろう。正統派なのかな。ケンキさんの機体名はおそらくハンマーヘッドシャークなのだ。多分機体にハンマーヘッドシャークのペイントしてるよ。ありそうだよな。スッラおらかっこよすぎ、ファイルバンカー。ケンちゃんのコックピットにファイルバンカーをぶっ刺しに行こう。ケンキさんをファイルバンカーで破壊しよう。ケンキさんのケツ穴にファイルバンカーぶち込むか。あ、やっば。あー、あ、あ、あ、なんか浮いてる判定で大丈夫だ。あれ、なんでさっき弱かったんだ。あ、ってこう、足つくじゃねえか足つくんじゃないか。よいしょ。イヤホンしてるからかわかんないや。あ、この音こんなもんじゃないですか。それはそう。中量低速型だからな。おらー、ずーっとこうやって足ズリズリしてるけどさ、めちゃめちゃ削れそうだよな。帰る頃には足なくなってそう。タイヤついてるのかな。そういうこと。実はローラースケートローションできるから大丈夫なのだ。ローションあればできるな。足の裏結構変形速ね。確かに。うわあ。さすがに危険な獲物にはかなわないか。この後乗っかりゃいいのかな、こいつ。飛んで、松ぼっくりやん、これ。松ぼっくりやん。はい、結構はい。
あ、止まらずに撃てるわ。これタンクなのかこれは早すぎてそのまま飛びそう。あら、車椅子っていうのさ。本当に車椅子って書いてるの、ほら、競技用車椅子から着想を得て開発された製品。貴殿とかお主とか貴公とか袖菓子とかよく言いますよね、リアルでも。ふざけていることはある。自分のこと信じて。何その一人称。小生はすごいオタクっぽい。中国の皇帝とかは信じて。二人いたらチンチンじゃん。チンチン帝快楽。え、本当に274m って書いてあることにこれすごい違和感があるこの距離で 200m だよこれ20m の間違いじゃねえのっていう距離感バグるマジでタルコフのさ、これ 100m ヘッドショットこの距離だよ近っ。おっしゃー、おっしゃー。人の命が安すぎる。せめて AI にしようよ。でもそのサイズだよね、きっと。一発一発に人入れるぐらいのサイズだよね。やばいやばいやばい。ユーゾなんじゃないですか。7-3ぐらいじゃん。ハンドラーが7割。まあ今んとこ結構汎用性高いな。ああ、そうなんすかね。キック地味なんだよ結構なんかローキックって感じ。これからのこの結構ロースピードないローキックだからな。ほんとそれだよなキック足はどこって感じだよな。それは突進ではって感じだよな。え、父チチ、わー、ミミズそうやって掘り進んでんのそれ。いつかあれ戦うんだろうな。あんなんで掘り進んでいくの。血流めっちゃ出るよラストにピョンピョンしてる、喜んでる。きたー、やったか、やったかはちょっと。オーラルが新着メッセージ。あれほど気分の良さそうなボスは見たことがない。要件はそれだけだ。じゃあな。そんだけボスが楽しそうって言いたかっただけ。実質でずっとレールキャノンに知ってるのか。リンゴじゃないよね。リンゴなんじゃないですかやっぱり。迷惑メール来たのだ。ザイレムは俺の歌を聴き到達する移動手段ってだけじゃない。マクロスだから焼き払い混雑する。企業はゴーレルを貪ることしか考えず、観測者たちはゴーレルを恐れ混雑しようとしている。ゴーレル美味しいのに悲しいのだ。可能性の獣になるのだ。ゴーレル美味しいのにめちゃめちゃ元気になるのに、食べるとハッピーな気持ちになる。ゴーレル中毒になるのだ。
マチエンディングらしいですよ。収まらなくなるのだけ、ちょっとね。バイアグラかな。コーラルってアッパー系だったのか。幸福感じたかまる。コーラルは今マヨネーズ派と一緒に作ってるのだ。そこにオーラル操作派が参戦するのだ。ラスさん、ワイまでコーラル食いてえよ。中毒性あるんか。あるんじゃないですか、やっぱりそういうなんか精神的にハッピーになる食べ物なら中毒性ありますよね、絶対。え？日々の小さな上達を積み上げ続けたただの人間である、だって強化人間じゃないんだってえ、マジで出た化け物。強化人間じゃなくても乗れるのはいいし積み重ねすぎて耐えられるようになっちゃったな。弱いお、なんか人さすがに人間は弱いのか。強化人間になって出直してきて所詮ただの人強化人間に勝てると思うなよ。プラズマスローはってどんなの。無知。わあ。ビッグなのだ。新しい世界が開けちゃうのだ。新体操始まったのだ。普通に強そう。やばすぎだろこれ。ダメージは低そう。あんなに痛かったのに。うん。僕は無知の方が好きです。同じ食らうなら。性的嗜好の話じゃないのそれ。僕は和製でいいです。匂いも生ゴミに似てるね。俺は知ってほしいな。だな変態紳士ども。なんかお披露目会になってるけど。突入しろ。ヤクタラゾン。ヤクタラゾン。無駄口を叩くの。オールバディ。イグアスは貴様らの100倍は強い。こいつはその20倍も強かったというだけだ。一体貴様らの何倍になるか、そのスカスカの脳みそで計算してみろ。めちゃめちゃ面白いな、この人。2000倍です。おもろすぎる。わりといい上司じゃねえ、なんかこれ資質とかあんたの、そういえば資質、資質あんの。あ、なんかいる。それはミールワームか。ミールワームってことは食料なのか、あれ。こいつら多分とんでもないサイズだよな、これ人間からしたら。オウムぐらいのサイズだよね、これ。コーラル食べたんだ。え、じゃあ人間もコーラル食べたらでっかくなるの？リリオの命令を。うわぁ！極太！うわ、コーラ、アサルトコーラル。無職になれたと思ったのに。仕事は終わりだ。仕事終わらせてほしい。独立傭兵だからフリーターかな。月光使ってみようかな。個人事業主ですね。もうやばすぎ。新着メッセージなし。友達いない。マジ一体となの。ある友人からの最後の依頼について話そう。友人いないんじゃないの。言ってたぞ、エアが。パンドラ友達いないんだってって言ってたぞ。お前自身の感覚に従え。エアが言ってたぞ。あの友達ってイマジナリーフレンドらしいよって。私はあなたの名前を使って協力者を
手なことするな。お見せしし誰か来てくれそうな知り合いいる。友達いないからな。これで誰も来なかったら恥かくじゃん。オフ会ゼロ人じゃん。あ、来た来た。よかった。エア友人じゃないの？わらわら。エアは彼女か。マジナリー彼女。まあエアってそういう存在なんだろうな、きっと。レンタル中。レンタル彼女なの？モニターからその彼女出してもらって。エアって人間なのかな？名前もや、空気、だし。エア彼女。エア彼女なの。見つめ合うと死ぬ女性傭兵。見つめ合うと素直に。蹴り方がライダーキックなんよ。わら。その勢いで近づいてペチっていうローキックなんだよ。わらわら。ウサギじゃない。わらわら。ライダーキック。地下は核で生還隊のため地下発電して絶頂するそうです。こんにちは、眉毛です。角ってそうなの？じゃあ木になんかガシガシやったりしてんのって稼働してるってこと？詳しいですね、主にムラムラするって言葉は核の方から来てるんですよ。へえ。じゃあ角と生誕体丸出しとか対魔人かよ。角と角を押し付け合ってるときはカブトとか車さんもびっくり。どっちかって言うとちいちゃんばら。修学旅行生の諸君、奈良公園に行ったら角を危なくないのかな、それ。むしろ何かしてるかもしれん。敵になるのだ。え、なんで角が生還隊になってんだろう。奈良発行の18金本、地下の核を新州とかあったらクソ笑。やめて、個人的なエロ本。高校の遠足でなら行った時、地下の核危ないから触るなって言われたけど、そういうことやったんかな。襲われちゃうってこと？同士が角で喧嘩するのは、擦り合わせて大きくした後、カッターオスがそのまま合体できるようにしてる説が。へえ。オスがオスにあーってこと。え、そういうことなんですか？つまりよくある先に行ったら負け寝状態。隣接武器全部かっこいいけど、性能だけで選ぶと初期ブレードが一番安定しそう。それはそう。あとはパイルバンカーかな、尖ってていいのは。パイルだけに尖ってるって。無視されたわ。ん？なるほど。マブトンどうぞ。最近配信がすごく安定していてよき。ローカルネットワーク飛ばしてるからな、この映像を。ジェネレーター、この容量のやつにしますね。ジェネレーターこれじゃないときついんだよな。まあこっちでいいか。配信安定してるって言うからジェネレーター変えたってボケて。あ、そういうこと。さっきから滑りまくり、わらわら。ごめん、俺には下ネタしか残ってないんだ。ちょっと待って、トイレ行きます。ホーラルは C から出るもの。どこから出ますか？消化不良の時は上から出るのだ。すげえ鼻がズブズする今日。鼻からコーラで出てんのか。新着メッセージな。新着メッセージなしの通知いるか。悲しくなるだけだよ。